カモルタ級コルベットは、インド海軍のコルベットの艦級。インド海軍での計画番号は28型。インド海軍では、1983年から1985年にかけて25型コルベット4隻を、また1990年から1994年にかけて、紹介型の 25A 型4隻を発注しており、1989年から2004年にかけて、 順次に収益した。しかしこれらはいずれも艦隊艦ミサイルを主兵装とするミサイル艦であり、ソナーも対戦兵器も持たないなど対戦戦能力はほぼ完全に欠如していた。このことから2003年に発注された新しいコルベットは設計を一新し、外洋域での対戦戦及び洋上警備、救難を主眼とするよう計画された。 これによって建造されたのが本級である。設計は海軍の設計総局に設けられた水上艦グループとガーデンリー地造船所の設計チームの共同により行われた。船形は中央船頭型とされており、ステルス艦としての艦姿もあって、イスラエル海軍のサール5型コルベットに似た印象となっている。またステルス性への配慮は、 レーダー反射断面積の削減だけにとどまらず、蒸気の経緯から対戦線が重視されているため、時期的シグネチャーや水中放射殺音の低減も進められている。また本級では NBC 兵器に対する防御措置も講じられた。指揮官としては、コダド方式が採用されており、セムットピルスティック 12PA6STC、ディーゼルエンジン4機で可変ピッチプロペラ2軸を駆動する。 インド海軍のコルベットとしては、初の艦対空ミサイル装備として、バラク1個艦防空ミサイルを採用しており、8セルの VLS が2機搭載された。なお、PDMS の搭載は、25A 型の計画段階で検討されたものの断念されたものであった。また、蒸気の経緯から、対戦兵器も装備されており、 タルワー級フリゲートやシバリク級フリゲートと同様に部マイナス6000対戦ロケット砲と長魚雷発射艦が装備された。艦砲は 25A 型の後期建立造艦と同じくオートメラーラ社製のスーパーラピット砲であるが、ステルス艦下に合わせてステルス化されたシールドを備えている。本級では航空運用能力も強化されており、25型及び 25A 型が ヘリコプター甲板しか持たないのに対して、ヘリコプター1機を収納するハンガーが設けられた。なお、従来のインド艦と同様に本級でも国産化が図られており、国産化率は約90%に達するとされる。ありがとうございます。